2023年9月15日金曜日朝の7時半前ですね。おはようございます。はい、今日は朝からね、七輪を火起こししてフレンドリーマート黒木で買ってきたね、天むすとカレーの手羽先、まあ、昨日の残りですね、これを焼いて食べていこうと思います。テムさん3つで258円ですね。はい、手羽先は5本ぐらい入ってて300ですね。355円ですね、手羽先は。はい、このサイズの手羽先5本も入ってたら355円ぐらいはするでしょう。また箸を忘れてますね。箸持ってきます。はい、ましたよと。で、いやー、昨日の米国株市場は上方向で終わったんでね、昨夜の。今日の日経平均、日本株も上げスタートで始まるでしょう。まあ、その後はどうなるか分かりません。その後、今度は中国市場が開くんでね、それに合わせてこう売買されていくという形になるんでしょうか。いやー、わかりませんな、世の中どうなるか。明日のことが 100% わかる人間なんてこの世にいないですからね。はい、しかし推測を立てることはできるんでね、推測立てながら生きていきましょう。はい、何も考えて生きていくのはね、損しますよ。思考というものはしていただいてね。いや、明日日南市北郷町の道の駅オープンするんでね、なんか夜は花火とか、ね、打ち上げられるみたいですよ。はい、これもう取っ手出しです。パッパと出した方がいいですね、この話はね。これ聞いた人間に合わないですからね、もう後で出しときましょう。順番が、時系列がぐちゃぐちゃになりますが、知ったこっちゃないです、そんなこと。てか、誰が見てんだ、これっていう。はい、お漬物でも食べましょうか。うまい。てか、カービィが倒れてる。今日の天気は曇りっすね。まあでも晴れの予報だったんで雨は降らないはず、推測でしかないですけどね。いやー、美味しそうですね、非常に。コカ・コーラのファンですね、ウーロン茶は。まあファンはね、コカ・コーラの商品の中でもスーパーに行くと比較的安い価格で手に入りますね。サントリーのウーロン茶がやっぱり高いですね、一番。安く出会えることは少ないですね。やっぱね、昔からあるやつですからね、最初からあるっていうか、定番になったのはサントリーが先のような気がします。お茶の定番になったのは、まあ伊藤園の多いお茶が先みたいな感じで、コカ・コーラは遅れ
ったのかな、そこら辺は。じゅうじゅう言っとります。はい、まあ、これいいっすね、これぐらいで。いやー、うまそうですね、非常に。うまい、うまい。道の駅巡りする人、まあ言っちゃいるよな。わざわざ来る人もいるでしょうね、福岡あたりから旅行がてら。日南市といえば、昨日星倉だっけ、あそこら辺にあるダイレックスも新しくねオープンしたんで、めちゃくちゃ昨日行ったんですけどね、昼頃満車で入れなかったっす。やっぱりオープンセールでね、安いみたいで、めちゃくちゃ安いみたいで、チラシを見る感じだとね、お客さん殺到してるみたいですね。その日南市の新しいダイレックスのセール、いつまで続くかっていうことなんですけど、月曜日までだね。祝日、敬老の日までやるから、金、土、日、月と、今日合わせてあと4日間まだ開店セールしますね。うまっ。なので、まあ宮崎市内に住んでいる人とか、道の駅に来るがてら、ダイレックスに来てもいいんじゃないですかね。まあ、どっちも混んでるとは思いますけど。尻尾も食べていきましょう、たまには。触れで、うん、やっぱうまい、やっぱうまいね。フレンドリーマート黒木のお惣菜、ここもついでに来ていいですよ。3カ所回ってるのがいいんじゃないですかね。ここの惣菜マジで何食ってもうまいっすもんな。美味しくないのを探す方が難しい、うん、何を食べても美味しい。安くてボリュームがあって美味しいっていうね、3点揃ってんすよね。いや、宮崎市内に1軒欲しいんですけどね、私宮崎市在住なんで。ないんだよな。まあ、いいとこも、長野屋とかもいいですよね。ボリューム安くてあって。ああ、やばい。皮が落ちちゃった。うん、うまい。うまい。うまいし、カービィちゃんも、スライムちゃんも、リンクちゃんも、クリパちゃんも、ね。みんないい顔しとれ。うん。
というわけで今日は終わりましょう。はい、おはようございました。では、いってらっしゃいませ。